島県チャンネル。はい、今日は、レイコ飯ということで、まあ、インスタとかでは結構ずっと料理のお写真を上げてたんですけど、まあ、ついにこの増島家チャンネルでもレイコ飯を作っていいよってちゃんと時間もらったので、まあ、今日は作っていきたいと思います。今日は、まあ、夫がよく現役の時に作ってた、まあ、多分ね一番増島家で作られたであろう料理を作っていきたいと思います。でメインはやっぱりこの鶏胸肉です。で、まあ、今流行りのサラダチキンですね。鶏胸肉のネギソースがけで作っていきたいと思います。であとは副菜が切り干し大根と、今日はね小松菜をいただいたので、小松菜のニンニク炒めと、あとは豚汁を作っていきたいと思います。一汁三菜を結構いつも意識して作ってたので、正直特別なことはそんなにないと思います。なのでまあちょっと今日のね夜の何に作ろうかなみたいな時に迷った時に見てもらえればいいかなっていうぐらいの感じなので、まあ作っていきたいと思います。まずは鶏肉がスーパー簡単なんですけど割と時間がかかるので一番最初にやっていきます。でまずこの鶏胸肉、もう皮はねちょっと外してしまいます。このサラダチキンの時は皮は使ってないのでちょっと皮は外して、まあ、できればこういった脂身とかもね綺麗に切りたいんですけど、まあ、時間がなかったらこのままでも全然大丈夫だと思います。フォークでプスプスと全体的に穴を開けます。で、まあ、均等にできれば火が入ってほしいのでちょっと観音開きとかして、まあ、厚さを揃えるのも同じ発電量になるのでいいかなと思うんですけど、これを湯煎もできるようなこういう、まあ、ジップロックとかでもいいんですけど、こういうポリ袋に入れて、ここに塩麹です。これを、まあ、大さじ1ぐらいですね。もうほんと適当、大さじ1ぐらい入れてもみもみ。で塩麹だと麹の力でお肉がほんと柔らかくなるんですよ。なのでこれも麹はすごいいいですよ。下ごしらえはもうこれだけです。でこれを沸騰したお湯に入れて蓋をして火消して1時間放置。これでもう今日のメインは完成します。これほんと簡単なので、ポイントはなんか3枚とか4枚とかやるんですけど、ちょっとここは袋は1枚ずつにしといた方がいいです。というのもこう重なっちゃうと火の入りが変わってきてしまうので、割とここは袋はちょっとねケチらずやった方が失敗せずにできるので。でもう一個副菜で今日切り干し大根使うんで、これをちょっとお水に戻しておきます。豚汁の具を切っていきます。で今日入れるのは人参、大根、里芋がスーパーなかったんで、里芋をさつまいもに今日は変えました。甘くて美味しいですからね。あとごぼうと油揚げとこんにゃくと、あと大事な豚肉後で出します。普段の普通のお味噌汁でも具は絶対3つ入れようって決めてて、なのでそこで足りない野菜とか余った食材とか結構入れるんですけど、まあ今日豚汁なんでいつもよりも具沢山で。で、この間にもう出汁取ってます。ここで先に出汁取りました。切り干し大根用と豚汁用でもう出汁パックで出汁取っちゃいました。結婚して一番最初に取ったのが野菜ジュニア野菜ソムリエで、まあ、やっぱりなんか自分が作るものがねプロアスリートの体を作ると思ったら、やっぱり知らないよりは知っといた方がいいなっていう知識として、そう、それで引退してすぐに取ったのがジュニア野菜ソムリエなんですけど、でそれが結構面白かったんで、次は大豆に注目してソイフードマイスター取ったりアスリートフードマイスター取ったり、割とでも現役の時から食べ物はすごい自分も気をつけてたので、組み合わせとかそうだから、まあ役には立ってると思うんですけど。晴れた急ぐから晴れた晴れたオッケー。じゃあ火つけます。ここでごま油使います。
まあサラダオイルでもいいんですけど、ちょっとざっと炒めていくのに香りがコクが出て美味しいと思うので、もう人参と大根と根菜系先に硬いやつとかから基本入れてますね。品数はでも本当メインと副菜2品と汁物っていうのはずっと決めていて、まあでも丼物とかしたらそこにまあ副菜1品にお汁とかって感じですかね。はい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 。こんにゃく豆乳ぐらいでも、あ、根菜忘れてた、ごぼうも入れちゃいます。よし、こんなもんかな。油揚げも入れて、ここでさつまいもはちょっとあまり火通しすぎると崩れちゃうので、ちょっとざっと炒めるぐらいで全体的に火が回ったら、先ほど出しておいただしを投入です。まあひたひたになるぐらいですかね。こんなもん。ちょっと後でね、切り干しも使うんでちょっと残しておきます。あ、すごいすごいミスしちゃった今。なんすか？油揚げ、はい、切り干し入れようと思って買ってきたのに切れちゃった。まあいいか、まあ、そういうこともあります。待って待って、油揚げもう一枚ある。ちょっとやってる？やってるやってる。失敗してる？油揚げ豚汁にまで入れちゃったよ。うん、ナイスナイス。次次次次次次。お、いい感じで。ちょっとちょっとだけ。でもあんまアク出てないですね。そうですね、まあちょろっとちょろっとだけ取っときますか。人参とこの戻した切り干しとかを炒めていきますね。ここに先ほどの油揚げも投入。例えばここがなんて言うんだろう、今日はメインがお肉で豚汁でお肉お肉って来てるんで、もうここは3種類だけの切り干し大根なんですけど、まあ、ここに椎茸、戻した椎茸入れたりとか、メインが お魚の時とかは副菜にお肉使いたいんで、鶏そぼろとか のミンチ入れて炒めて切り干し大根もうちょっとボリュームアップさせたりとか。ケイで、ここにさっきのだし汁のポリを投入。もうひたひたな感じですね。流星はね、割と何でも食べてくれるので。あ、でもね、キノコ系とかやっぱちょっとなんかハヤシライスとかに入れちゃうと食べるんですけど、オムライスとかハヤシライスとか。でも和食のやつとかはあんまり食べなかったりしますね。切り干しが一煮立ちしてきたので、ここでちょっと弱火にして調味料を入れていきます。まあお酒だいたい1対1対1で入れたらそんなに失敗しないと思うんですけど、まあ、お酒大さじ1ぐらい入れて、醤油も大さじ1半ぐらい入れてみますか。1半ぐらいかな、大さじ1半ぐらい入れて、ちょっと甘めが好きなのでみりんも大さじ1入れたら、ここで砂糖も入れたいと思います。砂糖も大さじ1ぐらい入ってみます。本当その日の気分といいますか絶対この量でみたいなのはなくて、そう、割となんかまあちょっと甘くてもしょっぱくてもって感じですね。うん、で落とし蓋で、まあ、ちょっと煮詰めていきます。豚汁の方も大根透き通ってきたんで、これ今年の自家製味噌です。手作りですか？そう、手作り。もう手作りの味噌が本当に美味しいんですよ。へえ。皆さんにおすすめしたい。簡単にできるもんなんですか？ね、工程は簡単なんですよ。大豆ふかして圧力鍋で煮て、でそこに麹と塩だけ、うんうん、で本当にこうミンチみたいにこうもみ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 して、あと詰めていくだけなんで簡単なんですけど、ただ量が多いので私の場合は、
なので1年分作っちゃうんで、まあ、その分のちょっと労力はかかるんですけど、でもねもう全然違いますよ。へー、本当に美味しい。薄い、薄い、ちょっと薄い、もうちょっと入れます。今日量が多いんで。食べるよ、もうちょっとだよ。かわいいでしょ。かわいいっすね。うん、うまい。これはニンニクと、そう、ニンニクをあのもうこのニンニク炒めにするだけです。小松菜、空心菜とかでもいいですし、まあでもうちは結構小松菜使うことが多いです。ニンニク弱火で入れてちょっと香り出ししてからさっと炒めていきます。この間にネギソースのネギ切っていきます。ネギソースは我が家ではかなり出てきます。唐揚げにかけたりとか。味付けは醤油とかお酢とかごま油とか、もうその時で、最悪本当に時間がない時はポン酢にごま油だけ入れて、でネギに浸しとけばもうそれだけですっごい美味しい。お酢、酸っぱいのが好きだったらちょっとお酢多めにでもいいと思います。お醤油1対1ぐらい、醤油、チューブとかの生姜、すりおろし生姜、すりおろし生姜と、でちょっとここに蜂蜜、甘みでちょっと蜂蜜小さじ1ぐらいですね。ごま油も、まあ、小さじ1ぐらいで、あとね塩を、まあ、1つまみぐらい1つまみ入れます。まあ、こんな感じですね。こんな感じです。ネギソースいい感じで香り出てきましたね。いい香りが。でここにほんとちょこっとお酒と、あとこの中華だしを、まあ、小さじ1ぐらいと入れて、でなんか最後は塩コショウで味整えればいいと思うんですけど、一応もうあの子供がちっちゃいのであんまり。塩コショウ、少なめって感じです。これで味付け終わりです。よし、じゃあちょっとお肉見てみましょうか。はい、ね、お肉見てみます。パカ、どう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 、でもいい感じ、なんかいい感じだよね。で、なんかこのあ、いいんじゃないですか。いい感じ、いい感じ。だしはスープとかに入れるともすごい美味しかったりするね。美味しそうですね。そうだからまあ捨てずに。よし、じゃあちょっと切ってみます。じゃ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 ーん。でも良さそうよ。あ、全然いい感じです ね。ほら、いい感じに火入ってますね。じゃ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 ーん。お、よしった完成しました。メインはこの鶏むね肉のネギソースかけで、副菜に、まあ、今日は切り干し大根と小松菜のニンニク炒め、あとは具沢山の豚汁です。まあ大体こんな感じでやってます。まあ、これをみんなでシェアしながら食べます。ご飯できたよ。よし、食べよう。どうぞー。せーの、いただきます。どうぞ。感想言って、カメラに向かって。どう？美味しい？笑顔やな。うん、行きますわ。いつもこれで僕は現役頑張りました。お、はい、バイ。はい、懐かしい。懐かしい。うまっ、このネギソースがうまいんだよね。うん、こんな感じでいつも食べてます。みんなも作ってみてね。チャンネル登録よろしくね。おー、おーバイバイして、よろしくね。グッドボタンもね。